さて本日ご紹介するのは、脳を最適化すれば能力は2倍になるという樺沢紫苑先生の著作について説明したいと思います。この本はドーパミンだとかアドレナリンだとか、そういった脳内麻薬を利用して仕事の精度と速度を脳科学的に上げる方法を解説した本になっております。最近モチベーションが上がらないんだよなとか、努力が継続できないんだよなと悩んでいる方にとって最適の一冊ですので、ぜひぜひ最後まで聞いていってください。それでは早速いきましょう。まず最初に脳内物質についてまとめておきましょう。脳内物質っていうのは、正しく言うと神経伝達物質っていう物質なんですが、この脳内物質というものは50種類以上も存在するんですね。その中でも脳で重要な役割を担っていて、研究が進んでいる代表的な脳内物質であり、本書で取り上げられているものは次の7つになります。ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン、メラトニン、アドレナリン、アセチルコリン、エンドルフィンと、これだけ聞くと呪文のようなんですけれども、一つ一つに役割があり、その役割を理解することによって日常生活に生かすことができるというわけなんですね。本書ではどう行動すればこれらの脳内物質を生かしてより脳を最適化することができるのかということについて詳しく書かれていますので、本日の動画ではこれらの機能を詳しく見ていくということは本人任せ、具体的にどのような行動をすれば脳を最適化することができるのかということについて見ていきたいと思います。脳を最適化する脳内物質、一つ目がドーパミンです。ドーパミンは皆さんも聞いたことがあるんじゃないでしょうか。覚醒剤をやったり、タバコを吸ったり、そういった行為をやめられなくする中毒症状を引き起こすのがこのドーパミンなんです。しかし逆に言えば、中毒になるぐらいやめられないなっていう風になっちゃうぐらいに、ある特定の行為に対してやる気を出させることができると言い換えることもできるわけです。つまり適切にドーパミンを分泌させることによってやる気を出し、モチベーションをアップさせることができると、そういった脳内物質がドーパミンなわけです。ではどのようにそのドーパミンを出してやる気をアップさせることができるんでしょうか。そのための方法は大きく分けると2つ、目標達成と目標設定なんですね。目標達成でドーパミンが分泌されるっていうのは皆さんもなんとなくわかるんじゃないかなというふうに思います。目標達成っていうのは、目標をやり遂げたと、そしてやったーってなってドーパミンが分泌されて気持ちいいというような分かりやすい話なわけです。しかし意外なことに、目標を設定する、これだけでもドーパミンっていうのは分泌されるんですね。だからこそモチベーションをアップさせるためには、目標をしっかりと設定するっていうことが何よりも大切なんです。また先ほどドーパミンは中毒症状を引き起こすという話をしましたが、今回の目標設定、目標達成においても同じことが言えるんですね。一回目標を設定してその目標を達成する、これをやり遂げたなら、またね、次に目標を立てたい、そしてその目標をまた達成したいよっていう気持ちが一回目よりも強く出てくるんですね。つまり目標設定をして目標達成をするというサイクルから抜けられなくなるっていう中毒になってしまい、中毒によって嫌がおうにも成功のサイクルに乗ってしまうというわけなんです。さて目標設定が大切ということは分かっていただけたかと思います。では具体的にどのように目標を設定すればいいんでしょうか。まず最初に意識していただきたいことは、短期間の目標を設定するということです。先ほども説明させていただいたように、ドーパミンっていうのは目標設定と目標達成のサイクルをぐるぐると回すことによって強化されていくんですね。このサイクルを多く回す、つまり目標を何度も立てて何度も達成した方がよりモチベーションアップの効果が高いというわけなんですね。だからこそ長期的な目標には長期的な目標のメリットがあるんですが、短期的な目標を立ててそれをクリアすることでドーパミンをしっかりと分泌し、やる気を維持するっていうこともね、同じぐらい大事なんです。さらに設定する目標の難易度も大切です。テレビゲームを考えてもらえば分かる通り、相手が弱すぎても強すぎてもすぐに飽きてしまうものなんです。ドーパミンが最も出るのはギリギリ勝てる相手に勝てた時、つまり目標も同じで、ギリギリ達成できるかどうかの難易度に設定することが大事になります。
目標の立て方をまとめますと、短期間の目標でギリギリ達成できるかどうかの目標を立てるということが大切でした。次に目標を達成した時について解説したいと思います。目標を達成したら、ただ単純にやっしゃーと目標を達成できたことを喜ぶのではなく、ご褒美を用意しておいてください。目標達成のドーパミンにプラスして、ご褒美がもらえたというドーパミンが分泌され、次の目標に向かう時により強いやる気が得られるようになります。さらに目標を達成した時には過剰だと思うぐらい喜んで自分を褒めてあげてください。この行為でもより多くドーパミンを分泌することができるんです。そしてドーパミンは中毒、つまり依存させてくれる物質なので、目標を達成したらすぐ次の目標を立てましょう。現状に満足してしまったらドーパミンは出なくなります。タバコだって1本吸っただけではタバコにはまることが少ないんです。何回も何回もタバコを吸っているうちにはまってしまう。それと同じように目標達成を何度も何度も繰り返してはまっていきましょう。さて、ドーパミンの出し方について説明させていただいたのでまとめておきましょう。ドーパミンは目標設定と目標達成を繰り返すことでさらなるやる気を出させてくれる物質でした。目標設定は短期間でギリギリ達成できるかどうかの目標を立てることが大切でした。そして目標を達成したら自分自身を過剰なぐらいに褒めてあげてご褒美を与える。そしてすぐに次の目標を設定することが大切でした。おまけとして、ちょっとした工夫でさらにドーパミンを出せる方法について解説したいと思います。一つ目がリフレーミングと呼ばれる方法で、目標に向かって努力をしている最中に辛い、苦しいと感じた時、それを楽観的に捉え直そうということです。ドーパミンというのは楽しい時に分泌される物質なので、苦しいと感じている時にはどんどん分泌が低下していってしまうんですね。無理やりにでも苦しいことを楽しいことだと変換して考えたり、目標を達成した時どんなにいいことが自分に待っているかと想像することによってドーパミンを分泌させてやる気を回復させましょう。2つ目が工夫アレンジです。ドーパミンというのは新しいことを好みます。例えばあなたがダイエットをするときにダイエット本を買ってきて同じようにダイエットをしようとしても、新しい工夫がないためにドーパミンが分泌されずすぐにやる気がなくなってしまいます。ここでそのダイエット方法に自分なりのアレンジを加えてやってみることによってドーパミンが分泌されます。それによってモチベーションが維持できてダイエットを継続できるというわけです。3つ目が時間制限です。これが一番単純かつ使いやすいものだと思いますが、何か作業をするときにいつもだったら1時間かかるところを40分で終わらせてみようと時間制限を自分に設けるということです。ドーパミンはちょっと難しい課題を課したときに分泌されるので、時間制限によっていつもの単調な作業が少し難しい課題へと変貌するわけです。だからこそ設定する時間っていうのは自分ができるかどうかギリギリの時間制限にする必要があります。以上3つの方法もぜひ生活に取り入れてやる気アップにつなげてみてください。またいかにドーパミンを分泌させる行動を取ったとしても、そもそも体がドーパミンを作れないと意味がないので、ドーパミンの元になるチロシンという物質をしっかりと食事で取る必要があります。チロシンはタケノコやカツオ節、肉、牛乳、アーモンドなどに多く含まれています。またチロシンをね、脳に多く取り込ませて脳で作らなきゃいけないんですが、脳に多く取り込ませるためには糖質と一緒に取ることも大事なので、炭水化物と一緒に取るといいでしょう。また脳内でチロシンからドーパミンを作るためにはビタミン B6 という物質が必要なので、ビタミン B6 を豊富に含むマグロ、カツオ、サケ、牛乳、バナナなども積極的に摂るべきです。となかなかね、こんなにいっぱい摂るの大変だななんていう風に思ったかもしれませんが、チロシンをねたくさん摂取すればするほどドーパミンが無制限に大量に作られるというわけではないので、適切な量をねいつも摂取していれば過剰に摂取する必要はありません。肉だったり牛乳だったりタケノコだったりカツオ節を意識的にねたまに摂るということが大事になってきます。次にノルアドレナリンの解説に入りたいと思います。ドーパミンが嬉しいことのために頑張ろうとやる気を出していたのに対し、ノルアドレナリンっていうのは嫌いなことを避けるために頑張ろうという形でやる気を出させます。つまりドーパミンとノルアドレナリンっていうのは褒めて伸ばすか叱って伸ばすかという関係のようなもので、ノルアドレナリンというのが叱られるのが嫌だから頑張るというタイプのやる気を出させる物質になります。言い換えればノルアドレナリン型のモチベーションっていうのは危険回避や危機回避型の反応なので、非常に即効性がある一方で非常にストレスがかかって
ってしまうわけです。長期的にこのノルアドレナリン型のモチベーションを使っていると過剰にストレスがかかってしまい、注意力や集中力が低下したり、悪化すればうつ病になってしまうなどのマイナスの作用が出てくることになります。つまりノルアドレナリンを使った仕事術っていうのは短期集中型なんですね。長期ではドーパミン型のモチベーションで頑張り、短期ではノルアドレナリン型のモチベーションで一気に仕上げるというのがいいでしょう。このノルアドをね、意図的に出させるための方法が締め切り効果なんです。決められた期限を過ぎてしまうと恐怖や不安からノルアドが分泌されて、いつも以上に仕事に集中できるというわけです。自分の仕事には期限がないという人は周りの人に何日までにこれをやるといったことを公言してしまい、意図的に期限を作り出すといいでしょう。しかし正しいノルアドの使い方っていうのは、意図的に分泌させるっていうよりは、単純に仕事をしていてもノルアドが分泌されてしまっているので、しっかりとしたオフの日を作る、仕事用のスマホの電源を切るといったオンオフのメリハリをつけて、過剰なストレスにさらされないように分泌を抑制することの方が大事なんですね。常にノルアドが分泌されているとノルアドが枯渇してしまって集中力の低下につながってしまうんです。はい、ということでノルアドのまとめをしましょう。ノルアドっていうのは危機回避によって分泌される短期集中型の脳内物質であると。そして締め切り効果によって意図的に分泌させることもできるけれども、しっかりとね休養を取ることによってノルアドの分泌をねオフにすることも大事だよっていうことを説明させていただきました。またね、途中からノルアドっていう言い方にしたんですけど、ノルアドレナリンってねめっちゃ噛んじゃうんで、ちょっとねノルアドにさせていただきました。ご了承ください。次がアドレナリンです。これもノルアドレナリンと同様、瞬間的にね能力を高めてくれる一方で、過剰に分泌されてしまいがちな脳内物質なので、どうすれば抑制できるのか、ここをね中心に解説したいと思います。まず手軽にできる方法としては、お風呂やシャワーの温度をぬるめ低めに設定するということです。熱い温度のお風呂やシャワーっていうのは交感神経っていう活発に昼間に働いたりするときに刺激されるものを刺激して、アドレナリンの分泌を活発にさせるんですね。なので熱いのが好きだよっていう方は寝る直前に入るのを避けましょう。夜っていうのは副交感神経でリラックスしてほしいんですよ。交感神経が刺激されるとピリピリしたような仕事中だよみたいな神経になってしまいますので、寝る直前にそういった神経になると睡眠の質が下がってしまうというわけなんです。また激しい運動も同様に交感神経を刺激してしまうので、夜間に行うのは避けるのが吉です。また何もしないぼーっとした時間を作ったり、家族や友達とコミュニケーションを取ることでアドレナリンっていうのはオフにすることができます。そういった休憩する時間を意識的に設けるといいんじゃないかなというふうに思います。またこういったね休みの時間に怒るっていうの良くないんですよね。怒りっていうのがアドレナリンを分泌させてしまうんですね。なので友人とコミュニケーションを取るときに愚痴を言い合ったりするっていうことは休憩にはならないんだ、アドレナリンを分泌させてしまうんだっていうところも同時に覚えておきましょう。また緊張によって分泌される物質もアドレナリンだったりノルアドレナリンだったりするんですが、こいつらによって心臓がバクバクしてしまうわけです。このバクバク感が嫌いという方もいるかもしれませんが、アドレナリン、ノルアドレナリンが分泌されることで短期的に集中力や筋力がアップし、心と体が臨戦状態、つまりねベストな状態で重要な会議やスピーチといった緊張する場所に臨むことができるというわけなんですね。だから心臓がバクバクしている、緊張している時はバクバクしているから今心と体はベストなんだと、そういう風に喜べるようになるといいと思います。さて本日はねドーパミンとノルアドレナリンとアドレナリンについて説明させていただきました。ここでまとめたいと思います。ドーパミンっていうのは目標設定と目標達成のサイクルを回すことで依存することができるんだよと、つまり目標をね達成するっていうことに依存していきましょう。そのためにこのドーパミンサイクルをぐるぐる回しましょうっていう話をさせていただきました。そしてアドレナリンとノルアドレナリンっていうのは集中力を短期的にアップをさせることができるんですが、日常的に出ているものでストレスなど出すぎるものなので抑制させましょうよと、抑制させるためにはしっかりと意識的に休養を取るべきだっていう話をさせていただきました。いろんなビジネス書で休養の大切さっていうのが語られていますが、それはこの脳内物質を抑制するためなんだっていうところがね改めて認識できるといいんじゃないかなというふうに思います。
さて本日は7つの脳内物質のうちの3つ、ドーパミン、アドレナリン、ノルアドレナリンを説明させていただきました。この中でも特に大切なのはドーパミン。目標設定と目標達成のサイクルをぐるぐる回すっていうことをね、常に意識して目標に向かって努力をしていただきたいと、そういう風に思います。また最初に説明した通り、説明させていただく脳内物質には7つありますので、残り4つ、これはね次回の動画で説明したいと思います。これもまた非常にためになる、すごく面白い内容になってますので、ぜひぜひ次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。ということで本日は本当にご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われた方、ぜひぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。さよなら。